伝統文化の披露や食事などで国際交流を図るイベントが大竹市本町のエスポワール大竹で行われ、市民や市内在住の外国籍の皆さんが参加しました。主催したのは大竹国際交流協会です。平成3年に発足した大竹国際交流協会は、大竹市の国際化に寄与することを目的に、イベントの開催や開放誌の発行などを行っています。この国際交流の夕べは2年に1度行っており、今回で7回目の開催です。大竹市内の中に300人ぐらいの外国人がいらっしゃるんですけれども、大竹市内に住んでいる日本人、あるいはまた市内に住んでいらっしゃる外国人の方との交流を深めたいということで、この国際交流の夕べが始まりました。会場ではモンゴル人民共和国のお祝いの席で生まれた舞踊パシの舞や、打楽器で奏でる韓国の伝統演奏サムルノリ、大竹市内の小中学生による和太鼓演奏など、各国の伝統文化や演奏が披露されました。アメリカ国籍で歌手として活動するバレンシアさんは、幼少時代から親しんでいたというゴスペルと、現在アメリカで流行っているというダンスを披露しました。もう最高です。皆さんといろいろね、こう新しいお友達もできましたし、触れ合えたことはすごく感謝です。また参加させてください。よろしくお願いします。また味覚でも楽しんでもらおうと、5カ国の料理が振る舞われました。こちらはアイルランドの家庭料理ギネスシチュー。牛肉、コンソメスープなどにアイルランドの黒ビールを加えて煮込んでいます。なんかかぼちゃのようなものが入っていて、甘くて美味しいです。また大竹市の郷土料理もぶり結びが振る舞われました。もぶるとは混ぜるという意味の方言です。いろんな具材が入っていて、いろんな食感があって、とても美味しかったです。訪れた皆さんは各国の伝統芸能を共に体験したり、食事をしながら会話をして交流を楽しんでいました。 I loved it. すごい。I really enjoyed the cultural exchange because being on the base is not often that we get to come out and have these type of activities. So it was good being able to meet new people, learn new things, eat new foods. 他の国のことを知ることができるので、すごく素敵な会だと思いますし、今後も続けて参加させていただけたらいいなというふうに思っています。